脇が甘すぎ平野仕様の喫煙疑惑投稿にファン同様、ジャニーズ時代にはなかった SNS 自爆。7月7日に滝沢秀明氏の新会社とべ、への合流を発表した元キングプリンスへの平野仕様。今後の活動に注目が集まる中、現在、ファンの間では平野の喫煙疑惑が取り沙汰されている。 何でも、平野がインスタグラムのストーリーズに投稿した画像に、加熱式タバコ、アイコス、が見切れているのではないかと指摘されているというが、平野は5月22日をもってジャニーズ事務所を退除してから、わずかにかつきたらずで、飛べから再出発することを発表。金プリの元同僚神宮寺ゆーたと同社オフィシャル YouTube チャンネルの生配信に登場し、 とにかく楽しく、クリエイティブ面でも突き詰めたものを提供して素敵な時間を作っていくことがやりたい、と今後の抱負について明かしていた。右手に、アイコス、が、疑問符平野さんは飛べ入りと同時に個人のインスタアカウントを開設。ストーリーズでファンから質問を募集し、こまめに返信するという神対応を見せており、 ジャニーズ時代よりもファンと密なやり取りを行っているようです。ただ、中には下ネタ回答も参見され、一部のインスタユーザーを動揺させているのも事実。例えば、翔くんがやってる集中力を上げるコツを教えて、という質問に、平野さんは、やだけカタカナなのなぜなぜ、と答えていたのですが、幻滅した、勘弁してくれ、などと漏らす人は少なからずいました。 特に拒否反応を示していたのは、平野さんがジャニーズを退場し、トベに合流したこと自体にネガティブな感情を抱く人たち。ジャニーズやキンプリを捨ててまでやりたかったのはこれなのか。と落胆してしまったのでしょう。エンタメライター。しかし平野は、こうした批判もどこ吹く風で、日々インスタを更新中。 そんな中、先日、ストーリーズにアップした画像に、とある疑惑が浮上してしまった。問題の投稿は、平野がサウナを訪れたことを報告する内容。サウナって最高だよ。ね、俺一人行動基本できないけどサウナ行ける様になりました。ショート綴り続けて整ったらめでかくなる、タイプ、と目をカット見開いた鏡越しの自撮り画像をアップした。 ファンの間では、おちゃめな投稿だと話題になった一方、その写真に、アイコス、が映り込んでいるのではないかと指摘されるようになったのだ。写真の中で平野さんは両手でスマホを持っているのですが、確かに右手にアイコス、を持っているように見えなくもありません。一部では、吸入器、説もささやかれていますが、アイコス、説の方が盛り上がっている印象。 ただ批判されているというわけではなく、かっこよすぎ、燃える、吸ってるとこみたい、などと好意的に受け止めるファンも多いです。前どうとべ、SNS の管理が甘い平野は現在26歳。喫煙していても何の問題もないが、なぜファンが喫煙疑惑に大騒ぎしているのかといえば、古巣のジャニーズでは、 基本的にタレントの喫煙稀が NG だったから前道だという。トラビスジャパンの松田玄太さんやシクストーンズへの田中いさんは公式 YouTube チャンネルの動画に喫煙中と見られる姿が映り込んでしまい、後から当該シーンがカットされたことがありました。また、キンプリの長瀬廉さんも4月期の連続ドラマラストマン全盲の捜査官。 TBSK の公式 TikTok アカウントが撮影現場の様子をアップした際、手にしたアイコスへの本体と専用のタバコとおぼしきものが見切れてしまっていた。こちらもほどなくして、その部分に修正が施されていたんです。やはりアイドルはクリーンなイメージが重要視されるのか、たとえ成人でも喫煙まれはよろしくないと判断されているようですね。Web メディア編集者。 もし平野に以前から喫煙の習慣があった場合、やはりジャニーズ在籍時にはそのことを隠していたのだろう。戸べは所属タレントのことをアイドルではなくアーティストと呼んでいる。つまり平野さんはもうアイドルではないだけに喫煙者であることがバレても何ら問題はないと指摘するファンも参見されます。これは平野さんが喫煙者である場合の話ですが、 彼自身、ファンにタバコを吸っていることを知られてもいいと思って、あの写真をストーリーズに投稿したのかもしれませんしね。ただ、平野さんがもし、ただただうっかり、アイコスを手に持つ画像をアップしていたとしたら、やはり脇が甘いのでは。飛べでは SNS の管理をアーィスト本人に委ねており、事務所の人間が投稿内容をチェックしていないように見えますが、となると、今後、 喫煙疑惑よりショッキングな画像や文章を上げてしてしまう可能性がある。平野さんはファンがこの投稿を見たらどんな反応をするのかという点をより意識すべきかもしれません。前ど余計なお世話でしかないが、SNS への投稿内容にはくれぐれも気をつけてほしいものだ。